信心百倍的打好这一场阻击战、总体战，打好这一场人民战争。敵は前代未聞の新型コロナウイルスだ。全身胀痛的关节疼痛，因为这个病起病很隐匿，病人根本就不知道他自己得这个病。逆光，一分一秒を争う生死をかけた戦いだ。你只有往前冲，没有后退的余地。我们是从十二月底到现在没有一天休息的。普通の人が白衣や防護服をまとった戦士となった。不怕是不可能，人之常情。他们一累了，忘记了怕。几十万的标本要采集，每一个标本都是护士面对被感染的这样一个风险。迎撃と阻止、不退転の挑戦。不能退了，如果我们都退了。还能指望谁？我们要保卫我们的武汉，保卫武汉人民。防御戦ではまず敵の厳しい攻撃を浴びることになる。1月22日、武漢市第五病院に1700人以上の発熱患者が殺到。1997年に病院が設立されて以来の最多記録。この病院は前日に武漢市初の発熱外来に指定されたばかりだった。是我上班二十几年来见过的医院的春运。我们的医生就是坐在那里，就是不停的看，不停的看，头都抬不起来。27例。武漢市衛生健康医が2019年12月31日に最初に発表した新型コロナ肺炎の病例数だった。1ヶ月後には全国でこの数字は400倍になっていた。大部分は湖北省と武漢市に集中していた。病人增长很快的情况下，当时是非常的忧郁的，因为就是不知道当时这个病人这个情况我们到底能不能控制。重症医学科の古民主任医師は救命の職務を担った。彼の勤務先である武漢市肺科病院は武漢市初の感染患者の入院先に指定された。当時2カ所の拠点病院の一つだった。その時新型コロナウイルス肺炎の名称はまだなかった。治療はゼロからの模索だった。 SARS 或者是禽流感的时候很快就知道我这个病人必须气管插管了，必须上呼吸机了，不做啊会死亡率多少，但是这个谁都不知道。古民医師は10年以上 SARS や H7N9 インフルエンザに対処してきた。豊富な臨床経験があるのだが、今回は治療上の経験と水療上の状況がだいぶ違う。焦虑、那肯定有点焦虑。这是一个新的病毒，它不管是从它的发病机理，到它对人体损伤的程度的疾病病程的变化的过程，最终的病理结果，对人最终的影响，这些东西现在还是未知的。感染の拡大は急速だった。伝染力は強かった。医療従事者は経験を重ねて命を救おうとしている。
彼らが常に勝利をもぎ取れたわけではない。他人の命を何度も救った人が命を奪われた場合もある。ウイルスに襲われた医療従事者が増えていった。李义祥家族呢？是李义祥家族还是陈庄家族呢？陈庄呢？海德超市了。好好好好好。高医師はコロナ患者に最も早く接触した医師で、他の医師から診療方法の問い合わせが多かった。患者が死亡した経験も多かった。その彼が改めて涙を流すことになった。大家都在同一个战壕里面战斗，你突然一下他说不行了，显然情绪上一下很难的接受。仲間の医師が感染した。普段は流さない涙が出た。命の危険を知るがゆえの涙だった。感染症と戦い始めた当初、医療従事者の犠牲は惨烈だった。武漢など湖北省では3000人以上の医療従事者が不幸にも感染した。多くの人が殉職した。他太忙了，他女儿有时候找他，你知道都是在哪找他吗？都是去门诊找他。他跟我说了，他还想在门诊上医生的。我还跟他约定了，我说我们到时候审理了，我们还要参加他的婚礼。これら平凡な英雄との別れに心を痛めている。命を失った人がいても戦いは続く。当我得知我年迈的外公也在前线时，眼眶早已通红，还有我的妈妈。私の母をお貸しします。これは武漢の高校生陳希芳さんが患者宛に書いた手紙だった。陳さんは手紙で病魔と戦う患者を励まし、自分の母と祖父を応援した。陳さんの母劉ボン医師は小児科の呼吸器と免疫の分野で経験豊富だ。今回の感染症で児童患者の治療を志願した。所有的孩子就是自己的孩子，这个国家这个社会是我们大家的集体的，去维护它，这是我们的职责。陳希芳さんの母は何日も帰宅しなかった。テレビ電話で簡単な言葉を伝えるだけだが、送信しても翌日になりやっと返信がある場合もあった。あ、我知道的，我衣服会穿好的。陳さんの祖父は今年73歳。聴講委員で定年後に再雇用されたベテラン医師で、内科医としての経験は52年もある専門家だ。如果我不参加这一次斗争，那我这个医生的这几十年的生涯就会留下遗憾。这是一种使命感，一种责任感。是医生，没有哪个往后退缩。危険かつ未知のウイルスとの力比べで頼れるのは医師の仁であり。医術により人の世は救われるのだ。患者の分析を進めるため観察室での長期滞在を申請しました。民生さんには言いませんでした。必要ないと思いましたから。どこだって戦場なんですから。この志願書は武漢大学人民病院の張泉医師が書いたものだ。民生とは彼女の夫で、やはり医師だ。你必须要有一个很有经验的医生，你才能够真正的让刘冠史发挥作用。危险就在于很多都是有传染性的。危険さを最もよく知っているのは医師や看護師だ。しかし彼らは四方八方から駆けつけてきた。86歳という高齢の君宗基教授は
車椅子でやってきて診察に出た。你说一辈子我为了啥？我不就我几个病人吗？自らが感染し、回遊して戦場に戻った医師や看護師が多かった。本身就有一腔热血，这个时候就你应该在前面。防御戦の最前線でまず目につくのが熱血だ。ひどい肌荒れはゴム手袋を長時間はめて消毒薬をずっと使い続けたためにできた。有点疼，也很痒，有时候总是想挠，但是不能一挠，有时候就是皮就是扣得更厉害了。貴重な防護服を節約するため。紙おむつが勤務時の標準装備になった。マスクの長時間使用のために血が出たが、絆創膏を貼って仕事を続けるしかなかった。待个二三十分钟，你们就会觉得各种胸闷不适。但是我的护士，她至少是五六个小时，有的时候最长的时候，她会待十到十二个小时。不能上厕所，不能吃东西，不能喝水。我们也做了一个医务工作者所能做的一切。弾薬不足で空前の戦いに挑むようなものだった。しかも逃げ場は全くない防衛戦だ。習近平総書記は常にウイルスとの防御戦に注目していた。最前線での兵力不足や弾薬不足に対し、1月25日中央政治局常務委員会会議で習総書記は次のように強調した。医療チームの力を迅速に拡充せねばならない。2月3日に改めて医療資源と防護資源をいち早く最前線に調達する。医療従事者のニーズと患者の治療を最優先にする。请你们不倒下，我们还会有更多的病人。全国からの増援が到着した。1ヶ月以内に330以上の医療チーム、4万2000人以上の医療従事者が湖北全体や武漢に駆けつけてきた。緊急調達された医療用マスク、防護服、検査キット、人工呼吸器などが次々に運ばれた。後へは引けない、前進するのみだった。一箇所が困難に陥れば四方八方からの支援が結集される。集全国之力支援武汉，打好武汉保卫战，应该说呢是我们工作的重中之重。其实对任何一个城市而言，我们出现了这么大的疫情，我们自己的卫生的资源、医疗的资源都是没有办法应对这些这么多的病人。専門家の力がここに結集した。派遣された人の中で1万9000人以上が重症患者の専門家。大勢の専門家たちは自らこの戦いに参加し、武漢の医療従事者とともにウイルスと戦った。血压多少？多巴胺九十八，去甲呢？正血压、体压这个样毛都太低了。28层，后来心跳没了。武漢道西病院広告分院は全国的に有名な道西病院の力を結集し、全国からの医療チーム2300人余りによる17チームが結成された。ここで重症や重篤患者を集中的に治療していた。交通车一车子一车的一来三四百个病人同时住院，三天收满，三天三夜我没睡觉，因为病人不能等，病人着急啊，放在外面就多一份感染的机会。
上上下下的感觉就是打仗，没什么话好说的。当时就觉得，就是觉得要冲上去了，那炮火的连天的声音，就给人感觉你赶紧上去。我就坐在个角落里就写流程，写好以后，同级别的护长他马上变成那个文档，什么东西到处贴，因为你这时候要完全培训大家掌握好不现实。不现怎么办？在这堵墙这个角落做什么事，我把它贴出来，做两步，这里是手消毒，第二步脱手套再走过去，这个地方你要做什么事，不然的话你永远记不住。気管挿管チームは決死隊とも呼ばれた。新型コロナ患者の気管を扱うからだ。気管挿管は患者の気管を開けてウイルスに最も接近した戦いである。重篤患者はしばしば呼吸の衰えに伴い低酸素血症になる。気管挿管が命を保つ最後の手段だ。我们要求是零失败、零失误。患者の T さんは気管挿入をした後、血中酸素飽和度が 96% まで回復した。しかし、3日後に純酸素の投与に変えたところ、酸素飽和度は 93% に低下した。これは警戒ラインだった。这说明肺的底子太差。它里边肺可能这个肺泡里头啊，都是有种胶冻啊或者水样的东西啊，这个呼吸窘迫的这个炎症渗出很厉害。重症や重篤な患者にとって多臓器不全が突然発生する場合もある。改善が難しい危機とも言える。我打电话了，微信我都不敢接，我都怕，我一怕听到说他有什么不好。特効薬がないことは患者の死を意味するのか。多くの専門分野の医療従事者が患者の回復時間を稼げるよう懸命に努力した。患者自身の免疫力でウイルスと戦い生きるチャンスを得させようとしたのだ。我后来成了护心队、茶馆队、这个护肾队、这个护肝队、营养支持、这个神经精神方面的支持、中医、中药。这个医生来讲，最重要的中医。现在大家公认的就是炎症风暴是重症向危重症转化和进展的一个很重要的一个原因之一。サイトカインの暴走は細胞が出す強烈な救助信号で免疫システムを一瞬にして全開状態にする。しかしこれは一種の自爆攻撃でもある。ウイルスを攻撃すると同時に多くの臓器にも損傷をもたらすからだ。我们在前期的治疗这些疾病中，我们发现血液净化可以有效地清除体内的细胞因子，阻断我们的炎症风暴。腎臓保護チームが T さんの血液洗浄に着手した。心臓保護チームは人工肺のエクモをセットした。適時に処置したおかげで T さんは徐々に平穏を取り戻した。サイトカインの暴走は起こらなかった。医師は数日後エクモなどの補助を少しずつ減らした。T さんの肺はついに自立して機能し始めた。病魔と戦う防御戦の中で
専門スタッフの増員や医療物資の拡充、救命法の模索によって丁さんのような重症患者の多くが自らの免疫システムを復元する時間を稼いだ。治癒率の向上、死亡率の低減は一つ一つの戦いを通じて実現されてきた。更是有那一天，眼睛肿了没？可能24小时没。我一拍眼睛一闭，我人过去了。就想到了自己回家，想到儿子就累了，总想睁着眼睛。比如说生命其实有时候很脆弱，但有时候呢也是很坚韧的。对这个新冠肺炎病毒，它的认识我们也是逐步加深，艰难的迈出了第一步，未来可期，病亡率一定可以逐步降下来的。1月下旬から2月上旬にかけては防御線が最も厳しい時期だった。湖北省および武漢市内では患者数が増え続けた。離別の悲哀が町全体に満ちていた。これは90歳の母親が64歳の息子に書き送ったものだ。持ちこたえておくれ、頑張って病魔に勝っておくれ。老人の名は徐さん。この時期の武漢では病床不足が深刻だった。徐さんは付きっきりで4日間観察室で息子を眺め続けた。我常规地问他，我就说您有哪些不舒服，有没有发烧，有没有咳嗽之类的。然后他说他并没有发烧咳嗽，他是陪着他的儿子过来看病，他毅然决然地选择他自己一个人来承担照顾他儿子这个责任。他说我已经这个年纪了，我已经无所畏惧了。ジョさんの息子は2月4日午後 ICU に入った。息子のそばにいられなくなり、徐さんは看護師にペンを借りて検査告知の紙に息子を励ます文字を書いた。しかし息子は ICU に入った日の午後死亡した。徐さんが知ったのは1ヶ月後だった。医師や家族が気遣って隠していたからだ。9.84日、これは国家衛生健康委員会が統計した重症者が発病してから入院するまでの日数だった。多くの患者が早期に治療を受けられないまま重症化した。入院難をいち早く解決せねばならなかった。中国で医療資源が充実している武漢でも重症者を収容できるベッドは1000床もなかった。設備は追加されつつあったが、患者はなおも爆発的に増加していた。救いの手が届く前に命が失われる事態をいかに阻止するのか。武漢市民の リナさんとその母親はネットの友人にドラたたき娘と呼ばれている。2人は1月末に感染したが救いの手を得られなかった。入院できてこそ助かる見込みが持てる。我当时就是不知道谁能来救我，也不知道谁会听到这个声音，也不知道后续会怎么样，但是我真的是很无助。救いを待ち望んでいた彼女はまだ知らなかった。それからの1ヶ月、彼女が求める治療に関するすべてが科学的予防、正確な施策という感染症対応戦略に関わっていた。
緊迫した情勢下で各方面は懸命に医療資源を武漢に調達させた。病院や病室の新築、改築、増築などあらゆる手段でベッド数が増やされた。寸病を争い一刻も止まらず、防御線には中国式速度が必要だ。わずか10日余りで華新山と雷新山の2大病院はゼロから建設された。一室から五室へと、金銀丹病院の ICU 治療室も急速に拡張された。48時間ノンストップ、これは同済病院で展開された昼夜兼行の増床作業だった。把原来的就连夜改造，连夜两个晚上把110平米的房子改到了5000多平米。ベッド数の追加も急ピッチだったが、救命が必要な患者も急増していた。我们日常是2000嘛，22号就到了5900，最高的一天是15700，没完没了的接，我觉得没问题。可是问题是还有那么多我没有接起来的，那才是最大的问题。感染者をいち早く入院させなければ、有効な治療を受けられないだけでなく、感染症がさらに蔓延する大きなリスクが伴っている。習近平総書記は戦場の情勢について明確に要求した。収容すべきは収容、治療すべきは治療の方針で、感染源と感染ルートを断固として断ち切ることだ。長江の岸に立つ英雄の都市武漢、人々が心を一つに苦難の道を通り抜けている。我是1月18号发烧，然后我爸爸是在1月25号，就是初一的时候也开始发热发烧，凌晨3点钟排队，晚上凌晨12点回家，因为这边的五医院七医院根本都不收，因为他也是爆满的模式，已经爆满了。劉さんと父親は病床が空くのを待ちながら在宅隔離の状態で薬を服用しているしかなかった。最后什么时候进去？方舱医院收的我。什么时候？2月6号。臨時病院は暗雲の中の希望の光だった。劉さんと父親は10日後に退院することができた。わずか35日間で軽症患者1万2000人が臨時病院に入院して適時な治療を受けた。ここに入ることで人々は安心した。很難很難、而且这是过年、这不是你国家用钱都可以买到的。这个时候是需要强大的国家凝聚力来调动资源，这才能办到。你看我们今天是不是又是豪华晚餐呢？この戦いの最中に勝敗に影響する大切な作戦があった。大批的患者没有能够及时的收入到医院来，会造成更进一步的家庭和社区的感染，这个呢是加剧疫情的最重要的因素。我们必须想办法解决收治容量的问题。臨時病院はもともと一種の移動診療施設だった。初めて使用されたのは2008年の四川大地震の救援だった。新中国成立70周年の閲兵式にも応急修理部隊の一部として検閲を受けた。臨時病院はそれまでの場所を最も簡単に改造することで収容能力を最速で拡大できる。武漢市では2月3日から夜を徹して臨時病院3カ所の建設が始まった。5日の夜正式に使用開始。非至善之法，但是没有比它更善的办法的时候，是解决收治的这样一个主要矛盾的现实之策。13,436人、
これは2月12日に新たに確認された患者数、感染拡大以来のピークだった。うち 92% は臨床診察で疑い病例と認められた。 CT 検査で肺炎の特徴が見られると疑い病例として扱う目的は確診速度の向上や隔離治療の早期展開にある。臨時病院の建設、収容能力の拡大は一刻の猶予もならなかった。臨時病院30カ所余りが完成し、16カ所が使用開始、ベッド数は3万床を超えた。これと同時に拠点病院も当初の2カ所から86カ所に拡大した。人が空き、ベッドを待つ状況が空きベッドが人を待つへと逆転した。李娜さんの母の張さんは2月に重症患者を治療する武漢市寛陽病院に入院した。この病棟は感染症対策のために改造された。娘の李娜さんは軽症患者用の寛陽臨時医院に入院した。武漢では李さん親子と同じ境遇の患者が多かった。収容すべきは収容、治療すべきは治療の実現で状況は変わった。ウイルスとの戦いで習近平総書記はコミュニティでの予防と抑制、患者の治療という2つの鍵を重視していた。武漢では拠点病院で重症患者を救命、臨時病院で軽症患者を治療、基礎コミュニティで感染者や疑い病例、発熱者、濃厚接触者を徹底調査、このような三層式の予防抑制システムができた。尽快的让他们进入我们的医疗救治系统，防止病情牵延恶化，切断他传播他人的途径，叫应收尽收，他的价值就在此。ウイルスと戦う最前線で生まれた中国ソリューションは WHO 世界保健機関専門家にも評価された。全世界の感染症予防と抑制に知見を提供した。 Before this outbreak began, Hubei had 137 isolation beds. Today it has over 14,000 isolation beds. You tell me any other country in the world that could achieve that.戦いが進み、変化が密かに生じていた。武漢市の救急センターへの電話はピーク時の1日あたり1万5000件から2月下旬の3000件程度に減少した。武漢の病床数はピーク時に1日3000床増加し、1ヶ月で大病院60カ所も建設した割合だった。3月5日まで計1537万4000人に PCR 検査を実施した。収容すべきは収容、治療すべきは治療、隔離すべきは隔離、中央の手配が確実に実施された。主戦場での戦いはようやく一番困難な時期を乗り越えた。各分野の専門家は懸命に研究を続け、最終的な勝利を得るために献身的に努力している。3月3日国家衛生健康委員会は新型コロナウイルス肺炎治療法7番を発表した。病理変化の項目が初めて追加された。2月15日夜、金銀丹病院で死亡した患者の遺族が遺体の検体に同意した。我们对他鞠躬、鞠躬时间特别长，非常感谢这些人，他们是让我就是大爱的，也是为了我们人类的健康付出的这些东西。これは世界で初めて行われた新型コロナで死亡した患者の遺体解剖だった。解剖は2月16日午前1時半から始まり、2時間以上続いた。終了したのは午前3時50分だった。遺体は何も言わないが、法医学者が遺体の言葉を読み取る。会反映出个什么东西呢？
它又在深部的气道里面出现粘液成分，这种成分的话，如果我们在治疗上不去针对性的做处理的话，你可能起了反作用，应该去把这个粘稠的成分把它化掉，让它溶解掉。多くの遺体を解剖した結果、患者は肺に病変が生じただけでなく、心臓、脾臓、肝臓、腎臓など多臓器にも影響が及ぶことが分かった。この発見は非常に重要だ。医師の診断と治療に参考となった。1月16日から3月3日の47日間に新型コロナの治療法案は7番が重ねられ、内容の更新が繰り返された。ウイルスへの理解が深まるにつれ、新たな薬や新たな治療法、新たな成果が採用されていった。旧医師は臨床経験に基づき、うつ伏せになり通気することで呼吸困難を改善した。これは治療法案の第5番で採用された。在这个疾病的快速流行、快速爆发的时候，我们形成一点经验，马上放到诊疗规范里。实际上，这是可能历史上前所未有的。策略上要转变，那就是实际上你积极救治。对对对。就是关口前移，说通俗一点就是往前赶。経験の積み重ねは中国の先鋒と言える。SARS や A 型 H1N1 インフルエンザ、H7N9 鳥インフルエンザなど公衆衛生上の重大な事態で最前線に駆けつけた専門家がもう一度身を挺して国の医療救命の指導任務を担い、修士として臨床の第一線を固く守り続けた。像在前方啊，钟南山院士团队，另外我们还有三个中医的啊院士和国医大师团队，所以这次呢，一方面呢派出的力量强。啊，另外呢，我们中西医的结合也是非常密切，发挥各自的优势。70歳を超えた張博麗院士は、中国医学と西洋医学の融合を提唱している。20日間連続して働いた張院士は、過労のため胆のうの持病が再発した。胆のうの摘出手術を受けたわずか3日後、コロナ患者のために診療法案を書いた。自分の胆のうが武漢で摘出されたことで、武漢と肝胆相照らす仲だと冗談を言った。应该发扬这个中西并重，然后呢中西结合，共同治疗疾病。但用中药一定要用早。该给你发药了。中国医学は新型コロナの治療に深く関わった。診療法案第3番から中国医学が独立項目にされた。版を重ねるごとに内容も更新される。湖北省では患者治療の際、中国医薬の利用率が 75% を上回った。感染が確信された患者で治癒した人の大多数が中国医薬を使用している。科学に向き合い、回答と方法を求める。習近平総書記は早い時期に感染症との戦いには2つの戦線があると指摘した。一つは感染症を予防抑制する戦線であり、もう一つは科学研究と物資の生産である。習総書記は自ら科学研究の難関攻略を指導した。2020年1月初旬、中国の科学者は新型コロナウイルスの全遺伝子配列を確定した。分離されたウイルス株がワクチン開発の基礎となった。多くの研究チームが夜に火をついで仕事し続けている。3月16日、陳美院士のチームが実力ある企業とともに開発したワクチンは臨床試験の許可を得た。国際的規範、按照国内的法規、已经做了它的安全、有效、质量可控。
最後の難関は2月下旬から3月中旬にかけてだった。武漢での新規感染例は徐々に減少し、3月18日にゼロになった。医術を尽くして信念を貫く、患者を救うことは医師にとってことさら深い意味がある。不可以这么说的啊！不然他要真好了，你快接受不起的话，小姨不然他就出院了。一定要对自己有信心，知道吗？我觉得病人，尤其是轻型的重症监护病房的患者，不舒适的症状、隔离的这样一个状态，接受这样一个治疗，真的很不容易。在给危重症患者治疗护理的过程当中，让他们不要以为自己是名患者。想让给他们像正常人一样的一个生活的这样一个状态。我醒了以后，他们个个关心我，他说你的生命来的不容易啊。危难的时候大家抱成团，成为一家人，其实大家都很不容易。心に愛があってこそ心から力が生まれる。リナさんの母張さんが入院していた時、入れ歯洗浄剤が入った宅配便が届かないことで不安を覚えた。それを知った看護師は自ら手を尽くして宅配便の行方を探した。我母亲就在那里不断说啊，我的牙不洗，我有很多细菌，我会病得更重的。她就在那里很焦虑。那些护士给她把这个包裹找回来了。所以说，医生不光是治病，他还治疗他们的心理。コロナとの戦いで医師や看護師は患者の心を慰め、励まし、生きていく自信と勇気を伝えた。为什么你头上写了周黑鸭呀？不是，是周黑鸭，他头上写了热干面。哦，你是热干面。啊？你是热干面，热干面。大叔，好一点了吧？很棒。我们可以去跳广场舞，活动活动，少走一走哈。有我们在，大家就放心。臨時病院に来る前の困惑と疑念が消え去った。ここで起こったすべては慰めと激励。まさに回遊への道だ。防護服の上の文字、院内に描かれた絵、生死に向き合う人生の態度や困難を共に乗り越える人々の心情を伝えている。同じ川の水を飲み、手を取り合って感染症と戦う。你们一定要保护好自己，你的家人还在等着你们。我觉得不光是我们来武汉救济他们，他们也很一时时刻的温暖着我们。我们来到这儿真的是让武汉人民暖到了。武汉最美的不是樱花，是武汉人感恩的心。
李里娜さんと母親はすでに回遊して帰宅した。家族での食事、それは団らんそのものだ。我当时就是特别感动，就是能帮助我们的不只是我们的朋友，有很多我们甚至是不认识的人也在帮助我们，所以我们真的是非常的感恩。患者が一日一日と回復するように、町全体も日々回復してきた。4月26日、武漢で入院中の新型コロナ患者はゼロになった。感染症との戦いで累計治癒率が絶えず上昇し、4月末には 92% を超えた。死亡例の数も徐々に低下し、ゼロになった。人民至上、生命至上の理念が貫かれ、国を挙げての支援、科学的な対策、医師と患者が心を一つにしてウイルスと戦い、いずれも死亡率の低下につながった。武漢、湖北、それ以外の地域、さらに全国での戦いは人々に多くの感動と勇気を伝えた。你们都穿着防护服啊，戴着口罩啊，我看不到你们的这个真实面貌，但是呢你们在我心目中都是最可爱的人，所以我在这里啊，代表党中央向你们啊表示诚挚的慰问，致以崇高的敬意。大きな戦いで発せられる光は日々積み重ねられた情熱に由来する。一国の衛生と保健制度は大火に例えるなら、幾千万もの普通の人々が一枚一枚のレンガのごとく職責を完遂し、献身的な働きで大火を築き上げた。我要尽早归队，我还有跟我一起战斗的兄弟姐妹们。生的渴望，死的敬畏，用我们的血肉之躯筑起一座生的城池。一定要相信有希望，要坚持。危険を恐れず、生と死を等しく見る。英雄は天から降臨するものではない。身を捧げる凡人があるのみだ。生まれつきな強者はいない。心の中に光があるからだ。命をもって命を守る白衣の戦士は、仁の心をもって無限の愛を伝える。勇敢な戦士がいるからこそ、生命は屈しない。
阳光普照。